夢ラジオ第7104回今日は令和4年月11月26日11月26日午後4時半火曜日です午後4時半なんですけども真っ暗ですねなんかもともと曇りの日だったんですけど街明かりがキラキラとしてきました幸福の夜景は今日も綺麗ですただ遠くはそんなに見えない さっきまで厚木に降りるあの軍用機が光が見えてたんですけども見えなくなりましたねさて「夢ラジオ」今回は「百田代表とお金」こんなタイトルでお話ししましょう日本保守党 あるいは、百田さん、有本さんに対して、ま、連日批判を繰り広げている、飯山あかりさん。で、飯山チャンネルの中では、その、日本保と党及び百田さん、及び有本さんはですね、税逃げ場で、保守ビジネスで、で、あの、ポッケないないなんだと。私は、ポッケないないという言葉を初めて学びました、飯山チャンネルで。知りませんでした、こんな言葉は。 まあ散々言わわれてるわけですよで実際あの百田さんのお話聞いてるとね突き詰めたら「あこの人お金なんや」ということが分かってきましたねそれは飯山さんの一連の批判シリーズを通してだけどそれだけじゃなくてその目で見たら「あそうかと」と百田さんはお金なんだな結局っていうこれが。 見えてきますね。多分、リスナーの皆さんも同意してくださるでしょう。で、おそらく有本さんも一緒と。百田さんにとって、あの、もう大事なものはお金なんだと。有本さんも同じと。で、それで縁か、と。そんな金儲けしてるだけやないか、政治活動を装って、というのがね、あの、井山さんによる批判なわけだ。で、今回はその、ズバリ日本あの、 ね、日本首都の代表、百田代表とお金っていうタイトルでお話ししてみますと、で、結局百田さんってお金なんだよねっていう、ここで止まったら、なんか金に汚いやつとか、なんか主戦度とか、結局、あの、あの、がめつい親父みたいな、そんな感じのイメージで終わっちゃうかもしれないんだけど、あの、例えば拉致被害者に対しても、 なんか上から目線のね、お前ら結局何にもやってこれないんかってやないかという、いきなり言った集会で、百田さんそんなこと言ってるわけですよね。ただし、あの、百田さんはその被害者、拉致被害者に対しても、かなり多額の金銭的な寄付、それも行っているらしいんですよ。これは多分本当でしょう。私はその場にいたわけじゃないから、 あの、人づてでしか調べられないけど、百田さんはその拉致被害者を救うというこの活動に対して多くのお金は、あの、自分で出してきてる。で、この拉致被害者問題だけでなく、百田さんなりに言わないけど、これはやっぱり彼の教授でしょうね。百田さんなりに言わないけど、いろんなそのところへ多額の寄付はしてる。 そういうお方でもある。これも浮かび上がってきました。で、百田さんはやっぱり、そこは男でですね、わしな、ってね、こんなとこまで寄付したんやで、なん何やか知っとうか、とうん、すごいやろ、うとか。これは言わないね、百田さん。で、百田さんが言うのは、まあ、嫁さんにせっつかれて、なんか、しょうがないから、京都大学に1000万入れといたみたいな。多分、百田さんがこれを言ったのは、京都大学という、まあ、あの、 あ無害なそういうところに入れたっていう半分お笑いにもなるっていうだから言ったんであってまあ本当に彼が今までやってきた多額の寄付の行き先これ言わないんですよねその言わないっていうのはやっぱ何度も言うけど百田さんのその誇りであり百田さんのその自制心であるがか変に男なんですよ変なところで彼あの漢字の男なんですよ。うん でそれがやっぱり別なふうに見,える見ると飯山さんが言う日本保守党を使って自分ら金儲けしてるやないかとこれは否定できないと思う。朝八っていうあの公式チャンネルっぽいのも実は収益は百田か有本にだから日本保守党を使って金儲けしてるじゃないかと飯山が言ったら百田もとも何にも言えない黙ったままなんですよ。 公式本出しましたって言っても、その収益は百田川元と言ってるわけですよ。あるいは仲良く折半って飯山さん言ってましたね。そうなんですよ。だからまあ、金にがめつい人であるっていうのは浮かび上がってきたし、多分これは間違ってないと思う。でもね、じゃあなんでがめついんだと、この人って思うかもしれないけど、その金で大事なこともできるでしょっていう。 百田さんのスタンスはこうなんじゃないかな。その金があったら大事なこともできるでしょで。百田さん言わないんだけど、金があったから日本保守党も立ち上げれたんだよと。わしと有本さんで、この日本保守党立ち上げになんぼ出したいおもとんやっていう。言わないね、これもね。教授なんですよ。まあ、プライドというのかな。言わないんですよ。 言ってもいいはずなんですよ。いや、わしと有本さんで出した額これくらいで、一方、飯山さん何も出してへんやんか、とか。どの虎下げてわしらに金の話できるんや、ぐらいは言うてもえかもね。あの、百田さん、言わない。それは。やっぱお金で、あの、これはと思うところに寄付ができる。お金で、いざという時に塔を作ることができる。出してると思いますよ、百田さんは。ガンガンと。 けど、それは言わない。言わないのは、やっぱり、さっきの男としての、なんか意地みたいなもの。関西人はね、あの、お金の話よくするんですよ。特に関西人は。まあ、ショート、大阪だったからっていう、そういう歴史的な背景もあるでしょう。だから、儲かりまっかーみたいなのが挨拶にもなるじゃないですか。最近はさすがに言わないけど、ちょっと前まで、 あの大阪の人ってすぐ金の話してたんですよ。あの儲かりまっかどでどれほど儲かっててもぼちぼちですみたいな。こんな感じね。で何でもお金に結びつけて悪いようにせえへんからみたいな。なんかこれがなんか大阪商人のなんかもうステレオタイプだったんですよ。まあ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 。ここはわしに任せて悪いことせえへんからって。で結局お金のディールがさーっと進んでいくっていうね。そういう土地なんですよ。 で、やっぱそこの文化圏にいると、やっぱ金ないと何もできんなと。これ私も実は関西人は関西人なので、お金の話はしないようでしますよね、夢ラジオって。投資の話よくするじゃないですか。お金に対して敏感ですよ、私も。実はものすごく。それはね、やっぱ関西人だからっていうのもちょっとあると思うんですね。ものすごい敏感になる。 雰囲気なんですよ。あの、関西文化圏って、大阪とか京都、兵庫、この辺りにいるとね。百田代表とお金。飯山さんは、その、彼女の見た、あの、スコープでね、あるいはパースペクティブで、観点で、あの、百田、そして有本、そして日本保守党のお金のことをいろいろ批判されててね、それはいちいち正しいと思うんだ。そこだけ見るとね。 けれど、飯山も知らない。その百田の足長おじさんの側面。これもある。そして百田はそれを、そこまで言うんやったらわしも言うわ。って今までわしがどんなことしてきたんか知っとんかいと言って、言わない。言わない。百田さんご自身では言わない。うん。まあ言わなくていいんですけど。だからあの、飯山さんのね、 その、一つ一つの批判は正しいんだけど、百田直樹って人は、その、飯山さんからの、えっと、発言で浮かび上がるだけの人ではないんですよね。私もそこは理解せなあかんなと思っております。百田さんはもっと違う側面を持った、あの、まあ、言えば愛すべき、そういう人、まあ、がめつい、 え、エロ親父なんかもしれんけど、なんかもう最近、お百田さんのイメージがガル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 崩れてですね、もう唖然としてる人多いと思うんですよ。百田こんなんやったんかと。それはやっぱりいや批判が非常に大きかったでしょうね。けれどね、やっぱそこは百田さん、あの、そんなしょうもないだけの人ではない。私はそう見てもいるんですよ。この辺が、あの、 面白いって言えば面白いし、百田さんのいろんな多面性ですよね。